はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネルオープン主のピオタです。さあ今回もレミリアのパズルで弾幕やっていきたいと思います。今回は第9ステージ目ですね。やっていきましょう。さて、こちらもね、ボールアップ出てきたらそちらを優先的に、まあですね、ちょっとそれをね優先させすぎたばかり、あの動画では今撮ってないんですけど、残ってはいないんですが、あれなんですよね、敵に近づかれすぎて雑魚敵で中ボスにたどり着く前にやられちゃったんですよね。なので、そちらの方もね警戒しつつやっていきたいと思います。まあとりあえずね、ボールアップあるとね、その敵を近づけさせないことにもね一役買ってくれるんで、そこを目指してやっていきます。さて、とりあえず近くの敵を倒してボールアップ OK ですね。で、この角度でどうでしょう。 OK ですね。で、斜めにこう行ってボールアップ取れて、ダイヤは取れない。よいしょ。これでもうダイヤモンド200個溜まりますね、このバトル中に。なんならこのバトル終わったらちょっと買い物いたしましょうか。ここはこのゴリ押し貫通技でね、OK ですね、ぴったり。で、その状態でボールアップダブルゲット OK。で、ここを斜めに行く。ダイヤモンドは取れないか。で、その状態でここをこの角度。どうでしょう。OK ですね。じゃあどうしましょう。こう行けば、ちょっと敵が近くまで来すぎてますね。ちょっとそこ警戒いたしましょう。18ならばゴリ押しかな。OK ですね。じゃあそこをこう斜めに行きましょう。いい感じで跳ねたけど倒せない。微妙い。何もアイテム取れてないのが残念だな。OK ですね。で、近くの7を倒します。アンドゴリ押しつつで取ります。じゃあ23のあれを直殴りいたしましょう。で、貫通からのダイヤ全取り、OK ですね。ていうか、これ綺麗にはまってくれてたな。いいですね。で、じゃあ、敵の HP がもう50まで来てんのか。それはちょっと高いな。とりあえず、どんどんね、雑魚敵殴るのを優先に今しましょうか。体力がね、上がってるんで、積極的にハマり技をね、優先していきましょう。OK ですね。で、斜めに。やらかしたな。もうちょい角度をつけて斜め。OK です。この42がちょっと危険なんでね、一回殴りましょう。で、その状態で、いいですね。あと3つになりました。ならば、ここ、この角度で殴って、OK。あとはこちらをゴリ押します。うわぁ。すげえな、なんか。バグれて何が起こったか、ラグスの差でどれぐらいの何が起こったのかがいまいちわかんなかったけど、まあ、いい感じですね。みんな緑色になりましたし、もう今緑色の敵はそこまで脅威じゃないですからね。ボールの数が20個超えてますから。OKOK。34までいってるし。お、中ボスですか。おぉ、値最強さん再び登場ですか。うん、サムネとして良さそう。で、斜めに行きましょう。チルノをバウンドさせつつ、横の雑魚敵をと思ったんですけどね。ここでチルノバウンド。あ、雑魚敵強襲。ごめんなさい、雑魚敵さん。あなたを狙っているわけではございませんでした。じゃあ、こうだ。うん、よし、当たった。で、ついでにね、雑魚敵も巻き込んで、いい感じですね。で、あとはボールアップが取れればよかった。よし、ダブルゲットですね。これはラッキー。
ラッキーボールも、それも運のうちです。で、いい感じでゴリ押し貫通成功です。はい、ということで、こうかな。ここで、ボールアップ取れましたね、あざます。84。とりあえず直殴りいたしましょうか。直殴りをいたしましょう。で、次ボールアップ取りましょう。ボールアップをこちら側ね。で、取ったらもう、ちょっと、危ない。怖いぞ、普通に。今のバグりましたからね。おっと、こうなっちゃうか。まあ、しょうがない。ボス、ニトリですね。川城さんでございますよ。何そのボールのハマり方、気持ち悪いんだけど。でもまあ、ダメージは相当入りましたね。よし、よしよしよし。オッケーオッケー。はい、ということでね。ボール1個残ってるよ。いいの？まあ、いっか。向こうが、そう判断したなら、それに抗う術もないですからね。んで、これはもう、直殴り8回で勝てるのかな？いや、直殴り8回もチャンスないな。じゃあ、とりあえず、殴れる回数を、ボールアップで増やしつつ、殴っていきましょう。オッケー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 。そこすごいハマってんな。だからなんで1個残ってんのに判定ないんだよ、そこ。とりあえず、まあ、直殴りで、あとは、勝てそうですよね。135。あとね、3回で、終わりですね。雑魚敵もついでに倒せたらいいな。321、貫通、OK。おー、いいですね。48ならもうこれで終わりですよ。さようなら、ニトリさんと。で、ダイヤも回収完了ですね。ステージクリア。はい、ということで、じゃあ、ちょっと買い物していきましょうか。これね、早いんですよ。いきますよ。一斉のせい。解放。早くないですか？なんか、こちらを購入しますかっていうコマンドもなしに解放しちゃうんで。なんでね、一番最初にあそこのよくわかんない場所解放しちゃったんですよね。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。